さんはボトムボトムって分かんないかもしれないけども、スキーだとね、このこっち側にワックスを塗るよね。サービスっていうのはデッキ乗る方に塗る、滑らないように。でこのボトムっていうのは一番下の底で、この底でこう滑る、まあスキーもそうなんだけども、滑る、こう滑ってこういく、それがあのボトムっていう、一般的にボトムっていうけども、このボトムがないとサーブボートは成り立たないし、滑れないし、でこの波に当たる部分、これがサーブボートしたらこっち側ですね、ボトムっていうのは裏ですね。でこういう部分でこう動かしていく、これがやっぱりね、サーフィンだし、スピードをつけて、でそのためにはこのボトムを3段階に分けて、で常にバランスよく滑れるようにする。特にこのテールの部分は俺の幻のボトムなんだけども、このテールの部分が一番大事。次に大事なのはノーズじゃないの、この浮力をつけて抑える、ふらつきを抑える部分もすごく大事。3番目のノーズ、やっぱり1番2番3番に分けて、で最後こうやって見るとボトムの六下、真ん中のふらつきを抑えるね、六下フラットがテールが上がっていく、板をコントロールする、これが俺の三拍子が俺の幻のボトム。まずサーフボートの大事なところはテールの部分、真ん中でバランスを取ってノーズの方に行って、ノーズラインが滑りするようにボトムの6下、だからノーズの6下を決めて、3つに分けて抵抗していくのがやるのスタイルのボトムです。回してます。レールの6下はまた違う、波のカールの上とボトム、 上に上と下を滑るアップスンダウンっていうんだけども、こういうマニューバーができるようなのが俺の幻のボトムだから、それに合わせた乗り方、ロードがストレートだと確かにノーズダミーになりやすい、重たいタイプにするが、でもやっぱりノーショアハワイのデッキ部の耳はやっぱりこういったらダメだから、この板がこういう滑れる感じに俺が手を振ったのが、俺が考案したのがマーマルチのボトムだから。
返しにくいから、これだけ V にしといて、V のところ、上位部分を取る。本当はちょっと R になって、こうなってるから痛くなる。